こいつ強えって思ったラスボスは獅子神様です。スマイル大魔王です。こいつ強えって思った敵はターミネーター2の T1000 型です。これは強かったね、うん、よし、じゃあこの美味しそうな餌をいただいていきますか。さあ今回ね、表編ラスボスということで、おー、表編のラスボス、うん、おー、ついに来ました。では行きましょう、ゴー。さあ一体誰がラスボスなんだろうな、うん、なんだこの髪は。タオル、書状でございます。書状か、近い、距離が近い。膝と膝を付き合わせてるけど、うん、一応ね、将軍からの書状なのでね、手出して将軍から、うん、この時代は幕末か15代か、うん、今夜猪国江戸城へ来られた人、はい、なんでそんな真夜中に何もう命取られんじゃん。罠、これは罠、来る時が来たか。あ、いや、あ、あ、あ、気づいた、認識してる、 お迎えに上がりました。実はあの、そうだったの、実は側近でしたっていう。あ、わざと目立ったのか今。そうそうそう。よ、すげえかっこよく見えてきた急に。ただのグデグデしたおじさんかと思ったら。黒い月とは、黒い月とは、あ、将軍の忍者だったの。そう、将軍の忍者だった。すげえじゃん、忍者さん。お庭番衆みたいな。お、来た、デススター。そう、デス、いや、黒い月です。あ、黒い、あくまで。あくまで黒い月です。黒い月だから。あー、月を落ちちゃってるわ。これが一体、日本をどうしようというんだ。あ、これは、黒い月。樽みたいな表面だけど、あ、あ、なんか、あそこから入ってくるの。そう、例のコンテナ、あ、白きしまる、でかくない、あ、月だからでかい。そうそう、あ、でもあのコンテナサイズぐらいか。そうそうそう、あの部屋サイズぐらいで、部屋ごといったね。こっち、あれ、将軍に呼ばれてこれに入るの。そう、将軍はこの中にいるの。そうなの、黒い月の中に。おー、そういうこと。あ、たい、おい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 、これは星ごと持ってかれるんじゃないか。オルディバランをこれで破壊する。いやいや、やめろ、まさか。お月か、おい、何伸ばしてるんだよ。これを、これで、モンドのスケスケベを。あれ今乗んなかった、乗ったね。何、将軍、あ、暗い、真っ暗だ。こんなところに将軍がいるのか。いないんじゃない。あ、この紋章は。あ、え、あ、ほぉえ、あなたはダスベーダーよ。世の兜をかぶってる。匠の神スケベ。あれ、あなたはそれ取ろうよ。この安いね、安神のような。え、あなたは一体、あ、これはデスドリ将軍。わかんの、顔見ただけで自分の顔似てるなって。お久しゅうございます。あ、会ったことあんの。え、会ったことあんの。伝説の悪代官、伝説の我る匠の神スケベの実の父、父、腹黒モンドノスケスケベイ殿。え、あ、父、父です。あら、あの悪代官の父、つまり悪代官1の、はい、悪代官の息子だったっていうことです、彼は。あ、2の主人公が、そう、だからこれは1の、あ、そう、悪代官、腹黒モンドノスケスケベイ殿。そう、あれ、3の主人公も腹黒モンドノスケスケベイ殿。まあまあ、そう、かつてのってことね。そう、かつてのっていう。はい、あ、子供だったんだ。そう、ベテの何歳？あなたの父上、え、実は500歳とかじゃない。いや、違う違う違う。あなたのように一応大黒屋の、あの息子だったっけな、確か。あ、弁天堂が。そう、弁天堂が。すげえな。で、それを、うん、あの育ててた、あげてたっていうね。親の会社継がずに自分の会社立ち上げちゃうあたりで、ね。悪事を好み、帯を回します。はい、すごい真面目な顔で、すごい大事な話風に言ってるけど。あら。しかし、はい、うん、将軍様の落とし座だったと分かったあの日、ああ、うん、あれ、将軍の座に就こうとしたあの日、ああ、そっかそっか、悪のヒーローは正義の側の力に取り込まれてしまったのでございます。正義の力に取り込まれて、いい代官になっちゃって、将軍になっちゃった。悪代官的にはダメなやつ。そう、ダメなやつ。で、それに見せられちゃって、うん、そのいい代官、いい将軍になっちゃいました。あ、で、息子にまでそれを言っちゃうのを恐れたから、あの捨てたっていう、ね。逆そうそう、そんな重いストーリーだったの。そう、重いストーリー。あ、悪代官が将軍になったのね。そう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 。あの一位で将軍を倒したから将軍になったっていう。でもよくなっちゃったな。なるほどね。いい力に絡まれちゃって。逆そうそう、正しき力に飲み込まれちゃったのね。飲み込まれたのね。で、暗黒力、あーは息子に。息子にっていう、ね、すげえな。で、弁天堂に託したの。そう、弁天堂の方が年下に見えますけど、ね、顔がかっこいい。かっこいいな、顔が。鼻筋が好き。あ、はい、はマップでずっとお願いします。腹黒様にお仕えしていた大黒屋に幼くして出地として入り、あ、出地として入る息子じゃなかった。叩き上げ。そう、叩き上げ。おい、エリーとかと思ってた。おい、より好きなんだけど。ちょっと弁天堂様ファンクラブ会長になるわ、今日から。お守りして参った次第にございます。履歴、そう、
あ、そうなんだ。正義の履力に取り込まれないよう。だからわざと悪事をいっぱいさせて。深い、結構深いぞ、このゲーム。あら、あいつはでも、書いてんのね、良くなってしまったことを。そして、共に悪を断ち、どうすんだ、誰だ、押すの、今日。あれで、まあ一緒に、正義の元に戻ろうよって。あ、あれ、あ、誘惑されてんだ。かっこいい顔が。誘惑されてるのね、正義。おいでーって。うわー、いやらしい、手つき。何を迷う息子よ。本来迷う。よ何が正しいかは自分で決める。山吹色のお菓子は、あ、いただけますか。いいぞいいぞ、いいよ。将軍たるもの、お、うん、賄賂など、ご法度だと。おー、こっちでやるね。帯回しはできますか帯回しはできますか良き妻をめとり、あ、合意の上で、あ、いくらめっちゃいいやつめっちゃいいやつ合意の上でそれそれそれじゃダメなんだ合意じゃ嫌なんだ嫌がるやつから取りたいのね最悪だなんと申したあ合意の上の帯回し、うん、賄賂も悪巧みもない生活、うん、そのような詰まってんねそのようなものは依存症本当の私ではないあーなるほどいやじゃ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 いいよ、それが君の本当の欲望だ忠実に従え別にどかっこいいそれこそが、わしの生きがいおぉこれは現代人へのメッセージではねえ社会に取り込まれるそうね、慣習にね、飲み込まれて社会の歯車でいいのか、本当にっていう、これは継承ではしかし、お父さん可愛い顔してるなんか、ふっくらしてる、美味しそうスケベスケベうん。スケベって名前つけた時点で結構薄汚れてる。ああ霊体だったのかお父さん。3D 模写でございます。よくぞよくぞここまでご立派に成長されました。おー、ペテのいくつ今は亡き大黒屋も。幼き頃にとか言って40年経ったとか言ってたから、まあ50ぐらい。同じ年ぐらいで大きくなりましたみたいな。最低40歳。そうだね。いや、イケオジじゃん。いや、悪代官も急にかっこよく見えてきたわ。てか、将軍が何歳だって話だよ。確かに。あら、あ、弁天堂裏切るのかと思ったら、いいやつじゃん。いいやつだし。好き、好き。はい。はい。最後の準備じゃ。お、ということはお父さんが用意をいたせお父さんが今回敵でございます。用意をいたせさあ、初めて会ったのに、やらなきゃいけないと。これは切ない宿命ですね。さあ、第10みんな走らんかい走らんかいあ、なんか5、塔が5つある感じ。なになに、平和維持を目的に開発した究極の兵器。これが月の中で、ね、黒騎士丸。黒騎士丸だと、戦国時代に戻るであろう。オッケー、夜空に浮かぶ、美しいね。あれ敵の数5名。うん、5体 ?5 体。5体で。5人。はい。最初に4人現れます。で、それを倒すと、親玉、アラグロモンドのスケスケベが出てきます。あー、これは熱い戦いになりそうですね。で、もっと熱いのがね、はい、これなんです。BGM。あれ聞いたことあるぞ、これ。1の準備画面でございます。おー、あ、なるほどね。道理で聞いたことあるだ。あれかな、一心助けの。そう。おー、すげえ、奥行きがある。そう、奥行きが。あ、すごっ。内部だでこのね丸い4つの塔に1体ずつ敵が湧くのでそれをうまくやりつつって感じですね難しいね強いんじゃないのあこれはテンション上がるね、うん、一心助けようってやつねそうじゃあ準備しますか準備しますゴー、ゴーすげえ最初これで泣いちゃったのあ泣いたなここ泣いたのこの曲でねうわマジかと思って、うん、涙出たマジかよよし準備は良いか準備はよろしいです。オッケー、あちこちに用心棒配置してあるのね。そう、なんか敵が出そうなところに。あ、出そうなところに。なんか怪しい。セントリーガン、そう。いかにも怪しいしね。まあ、ここにも何か出そうな予感があって。あ、なるほどね。サービス&セキュリティの部屋に、また、ここでおもてなしと。ふりとおもてなしというわけで。オッケー、じゃあ、最後の決戦いきますか。ゴー！ゴー！帯回しすんの？帯回しします。してる場合では、もう用心棒、まあ。もはや帯回しですらないけど、ね、最後周りに100人ぐらいいる中でやるっていう。うんもうギャラリーがさあ最後はどうなるどうする殿まだゴブリンで捕まってるよ本当にどうなるああやだ王様そっちそっちか君はそっちだったらねいいよそっちの人もいいと思うよ今から将軍と戦うってのにこの余裕ぶりしかもウォーミングアップですらないって自分が叩く方じゃなくて叩かれる方っていうすげえなこれ拘束されてんじゃないの大官さあどれあお父さんさ顔どんなおあ見せないいや見せますここはまだギリギリ取っといて将軍
おー、うん、まあ、顔の肉感も表しつつ将軍っぽい貫禄があるね。やっぱ正義の心を持つと貫禄が出るのか。暗黒力の力見せたる、ね、切ないね、うん、悪大官には悪大官でいてほしかったっていうのと、で悪い顔してんだよな、だけど元がね、ね、元がね嘘だーってさあ一体でも4人の敵がなんだろう、将軍の手下、忍者来るかな、忍者来ると見た、どうでしょう、最後の最後に忍者ではありません。あ、違うのかよ呼びに来ただけ、本当に、まあ、近づくのが大変ですけど、あ、まあ、まあ、一応見てみましょう。あ、そっか、あ、そっか、倒しちゃうかもしれないしね。さあ、すでに連鎖が決まってるぞ。誰だ、君は誰、お、見づらいんですけど、一応、うん、見た目はストームトルーパーなん。あー、なるほどね、白い、あ、そうね、あ、そうか、白い、早い早い、しかし、あ、ちょっと続々とあちこちで決まる。あー、トルーパーね、トルーパーズ、はい、トルーパーズが、おー、また強そうだわ。あー、終わりかな、もしかして4人は、4人はこれで終わりです、はい、ありがとうございました。さあ、そして将軍がここに湧くんでーす。おー、ど真ん中お出迎えだよ、丁重に重なっちゃってるもん、健康と隠れてる隠れてる、後ろから抱きついてるような感じが、スケベ、こいつね、なかなか強いんですよ、さすが、それはだってこのゲームで一番すごい強いの悪大官だからよ。かかれかかれ、俺の親父だからって気使わないでいいから、将軍というとただの、ただの狼藉者じゃん。あ、いて、そうや、元は狼藉者だから、家臣もやってるよ。あー、ぼっちゃま、あー、やめて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 、お父さん、これが僕の力だ、これが僕の答えだ、暗黒力の力を、ノーノーノー、食らってる食らってる、たっぷりたっぷりたっぷり、十悪くない関係記録、本人にね、これで闇の力を思い出して、お父さん、闇を思い出して正義の力が消えてる、バカな、バカな、闇にお父さんにとっては懐かしい部屋でしょう。あ、確かに帯を回したくなってきたでしょうってさあ、山吹色のお菓子も用意してあげないと、うん、うわー、勝った、山田のオロチやりますね、やっちゃったよお父さん。さあ、ムービー画面いきましょう。あ、そこエンディングか、表編、お、もはやこの月は終わりか、終わりだ、あ、逃げた、あー、結構ズドンって落下したら意外と小さい、もしかして手前に遠近法だ、あー、爆破しちゃった。あ、朝が来た。綺麗な朝だ。あ、なんか、空。あ、ほらほら、綺麗な朝日を眺めて。いや、いい話だなーって。あ、綺麗な空だ。あ、なる、境界線が。何、向かいがやってきました。あ、おー、おー、あ、助けてくれって。あ、ベンジンのそのまま肘が見えるわって。いや、意外とあっちから見えないパターンだ、これ。あれ、おー、来た、あら、あー、いいじゃん、いいじゃん、うん、あ、なんか、え、いいゲームな気がしてきた、すごく KO2 あら、ガンマン、出てきてすらいない、出てきて、ガンマン出んのかと思ったよ。あら、いい話だったじゃん、うん、なるほどね、悪大官として終わるっていうか、このね、お父さんを闇に引き戻して、いや、もう、やっちゃったけど、やっちゃったか、いや、お父さん暗黒力の方が上だったと。あら、スターフロールいい感じじゃん、うん、明るいゲームのような、すごいいい映画を一本見たような気になってきたわまあ事実本当に映画だったけど、あ、確かに、いや、いいゲームだったよこれ、うん、あら、弁天堂様がラスボスかと思ってたからさ、実は違いました、いいやつでした、でも最高に美味しいじゃん、いい女の子好きな敵キャラに入っちゃうよね、うん、あら、もう結局この二人メインで、結局忍者は何だったんだ、もう何も、もう、あの、くのいち忍さんもいつの間にか出てきて、いつの間にか捕まってたけど、あ、終わりか、もう出てこねえし、そうそうそう、忍者も一回話して終わりか、あ、おお、あ、これはあれじゃ、バックトゥザフューチャーの最後みたいな、トゥービートゥービーコンティニューと、あ、あ、あれ、あれ、いっちゃったよ、いっちゃいましたね、置いていかれたの、意外とあっちから気づかないんだよ、ね、だね、難しいんだよ、どうするって、途方に暮れてるよ。あ、あ、あなたもいた。あら、三人で酒でも飲みに行こうかって。あ、いやーこれ夕日の、あーいい笑顔、え、超いいゲームじゃん、それ。面白い、私もやるから。あー、はい、ありがとうございました。これ表編の最終回ってことで。あー、いい話だったな。お、あ、あ、
来たずっと探してたアイテムだ。じゃあ、あと1個だ。やったおーやったぞ、これ。おめでとう。弁天堂様、ありがとう。ありがとう。ありがとう。よし、じゃあ。ところがどっこい。あれ？これは表ルートです。なんだって？実は裏ルートがありまして。まだ何人か敵がいるってことで。いるんです。マジか、いい話で終わったのに、これからどうなってしまうんだ。では、裏ルート入りますか。レッツゴー！バイバイ！